お待たせいたしました。千葉ロッテマリーンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の大峰、対するベイスターズの先発は右の飯塚、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ベイスターズピッチャーを交代します。飯塚降板、左の小村今日2番手としてマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、ストライク、タイミング合いません。第2球打ちました、1、2塁間のゴロ、破った、和田いいバッティングを見せました。ピンチヒッターは吉田、マリーンズ代打構成に出ます。投げました、初球空振り、少し迷ったか。さあ次の投球、ここで送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第1球投げました、初球はカットボール空振り、タイミング合いません。まっすぐ見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。第4球を投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球直球ストライク、アウトローへ、いきなり150キロ、危ない球。第3球打ちました、ヒット、バックホーム、間に合うかどうか、二塁ランナーホームイン、マリーンズ1点返しました。リプレイをご覧ください。バッターは3番ミケ、これが4度目のバッターボックス。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ、投げた、打った、打球はセンターへ、これはヒットになります。ボールは中継、ミケナイスバッティングです。ベイスターズ同点のピンチを迎えます。さあ、ここが試合の分岐点となりそうです。第1球投げた、スライダーボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、ストライク。第5球投げました、流し打ち、当たり損ねのファーストゴロ、中川そのままベースを踏んで3アウト。先ほどのプレーです。小村見事に流れを断ち切りました。ベイスターズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。8回の裏、1点を追いかけます、マリーンズの攻撃。この回の先頭バッターは勝木、投げました、打ちました、柴田取った、1塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボクサー6番松田、今日はここまで3打数1安打1三振、ファール、2球目ストライク、これで追い込みました。外角低めいっぱい、見逃し三振。第1球投げました、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、ストレートはボール。投球これから4球目、空振り、タイミング合いません。投球これから5球目、ボール。第6球を投げた、打ちました、引っ掛けた、伊藤ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。小村三者凡退、無得点に抑えています。8回の裏が終わりまして5対4、ベイスターズ1点リードは変わりません。ベイスターズ1点差で逃げ切りました。このように本日の試合はベイスターズの勝ちでございました。勝利投手飯塚、西武進藤、敗戦投手石崎。さて本日のヒーローは細川、本当に今日は大活躍でした。